オルフェオツールボックスは、リモートセンシング画像処理用ライブラリーである。2006年に、フランス国立宇宙研究センターが開発し、フリーソフトウェアライセンスの差し入れとして公開しており、オープンソースコミュニティは成長し続けている。衛星画像の使用に必要な全てのツールを実装し、利用者に提供することを目標として掲げている。実装しているライブラリーは、プレアデス衛星や、 コスモスカイムドのみならず、多様な検知装置が取得した、高解像度の画像を対象としている。Linux、MacOS X、Windows など、複数のプラットフォームにて、徹底的に検証されており、ほとんどの機能は、大容量の画像を処理の際に、ストリーミングにてし、可能な限り頻繁に、マルチコアプロセッサを活用している。ライブラリーの他にも GUI 経由で、セグメント化。 オルゾ補正、分類、画像レジストレーションなどいくつかのアプリケーションが利用できる。オロの調査によると41人の貢献者による合計26万行近くのコードで構築されている。医療用画像処理ライブラリーであるインサイトセグメンテーションレジストレーションツールキットに基づいた C ライブラリーである。他のファイルを結合する機能は Python と Java で実装され利用可能であり、公式ブログにて Python のラッパー使用例詳細を公開している。利用者の一人は、初めからライブラリー機能を使用する手順の定義に Matlab を使用している。2009年後半以後有志のボランティアにより区議使用、プラグインとして分類、セグメント化、陰影処理などいくつかのモジュールが開発されている。実装アルゴリズムは、 セックステントフレームワークを通じてクギスで利用可能である。何ができるかを実証するために設計された簡単なツールとして多くの利用者が実際の処理作業に使用し始めたことから開発側はより一般的に強力に使いやすく改良した。結果としてラスタベクタデータに対応し既存機能の大部分を統合したアーキテクチャは パイプラインのストリーミングやマルチスレッド機能を活用している。名称はオルフェオ,オルフェオを作曲したフェルディナンド・ベルトに由来である。ありがとうございます。